続きを始めようか。なんかすっごいオカルトな雰囲気の踊り場ね。ここでも面白そうなものが見つかりそうね。こっちの部屋は、軟禁状で閉まってるな。しかも鉄扉だから壊せそうもないか。お、こっちは開いてるみたいだぞ。なぜ勝手に開けた？話の流れ的に注意深く行かない方がいいのかなって思ってね。それで？部屋の中に入るの？入らないの？何かあるなら開けてる時点で手遅れだろうし、中に入るわ。わかったわ。三人が入った部屋は、リビングだね。内装としては真ん中に机と三つの椅子、奥に暖炉があるね。じゃあ、机の周辺と暖炉に目星しようかな。そうね。ここも図書館は使えないわね。私もダメ元で目星振るわ。二人成功ね。じゃあ先に月の方ね。ルナは暖炉の探索中にメモのような紙を見つけるね。ん？なんか暖炉の裏についてるわね。あれ？これって、やっぱり、残った最後の暗証番号だわ。これで全部の暗証番号が揃ったわね。次に奏だけど、特に何も見つからなかったね。ここは一つしか手がかりを置いてなかったのね。見た感じ、なんか手がかりになりそうなもんはねえな。そうだな。もう何もなさそうだ。向かいの部屋に行くとしよう。月、暗証番号を読み上げてくれ。おそらくここの軟禁状の鍵の番号だ。最初が1、次が2、最後が7よ。1、2、7。と。よし、開いたぞ。鍵がかかった部屋の中は、物置だったね。なんだ、物置かよ。物が散乱してるし、汚ねえな。物置には何が置いてあるの？何っていうほどのものはないけど、強いて言うなら段ボールがあちこちに置いてあるね。じゃあ、3人で分担してその段ボールをしらみつぶしに探すわ。じゃあ、今度は奏の方から言おうか。奏が担当していた区域の段ボールを漁っていると、一冊の本が出てきたね。なんだこれ？日記か？読む？そりゃまあ。ねえ？了解。じゃあ情報を開示するよ。それは奏の予想通り、日記だったね。1904年9月3日。信じられん。あれが神だというのか？まるで化け物ではないか。あの化け物からはどうにか逃げ切ることができたようだが、いつまた私を襲ってくるかわからん。注意せねば。1905年10月34日。ダメだ。あの化け物が襲ってくる恐怖で眠れん。あいつは姿を変え声を変え私を追ってくる。まさか、最近私に懐いてきた黒猫。一度確かめてみる必要があるな。1910年18月41日。どうやら私の思い違いだったようだ。ナイアーラとテップは私を殺そうとなどしていなかった。ただ私に刑事を示してくれただけだったのだ。無限鏡でなくしてしまった金の鍵、明日からそれを探そう。なあに、私なら見つけれるさ。鍵がついているのだから。1928年10月7日。やったぞ。やはり私はついている。先祖に魔術を学んだ者がいると聞いていたが、予想通り銀の鍵を残していた。だが、私ももう年だ。早くせねば手遅れになる。なんだこりゃ？精神疾患の患者でもいたのかここ？そもそもナイアーラとテップって誰だよ。日付も18月とか34日とかめちゃくちゃなところあるし。クプルフ神は知ってる人ならわかる。この日記かなりヤバい。私は多分この日記の持ち主を知ってる。でも、展開的にまだ言う時じゃないでしょうから言わないわ。そうしてくれると助かるわ。次は月ね。あれ？この部屋。月はこの部屋全体を見渡して違和感を覚えるね。どんな違和感なの？それはアイデアロールに成功したらわかるよ。失敗した場合は二人に言って助言を仰ぐのもありだね。
月は違和感の正体に気がつくね。この部屋、なんか狭い気が。そう。この部屋は部屋の外から見た予想の広さより、若干狭いことに気がつくね。具体的に言えば、奥行きがあまりないね。ねえ、ように、この部屋、なんか外から見た大きさより狭くない？部屋の大きさ？確かに狭いな。ということは、どこかに隠し扉があるのかもしれんな。じゃあ、探す担当、ルナが目星振って。探す担当って。あったわ。壁と同化してるけど、ここにちゃんとドアがあるわ。本当に隠し扉あったのか。なんなんだこの家。なんでもいいから早く行こう。なんだこの最年少。生き生きしてやがる。扉の先は螺旋階段になっていて、3人が長い長い螺旋階段を降りていくと、地下室に出たね。ジメジメして陰気臭い場所だな。その地下室には何か目につくようなものはあるの？物らしいものはないけど、階段とは別にもう一つドアがあるね。まあ正直、ここただの通路だし。またドア発見。今度こそミステリーの予感がするわ。そのままの勢いでドアを開けるわ。開けれるよね？いや開くけどさ。鍵閉まってたら激突する場面だったわね。月が先走って爆撃した先は、一面真っ白な部屋だったね。急に現代的な場所に出たわ。妖怪とかお化けとかを予想してたけど、もしかしてここはユーマの研究施設だったのかな？月の行動が当初の目的から少しずれてきてる件について。夢なんだから何が起こったっておかしかねえだろ。とっとと銀の鍵とかいうの見つけようぜ。三人が部屋の中を探索しようとした瞬間、部屋の中心に大きな魔法陣が現れたね。そして、その魔法陣がおもむろに光り出したかと思うと、魔法陣の中に何者かが現れたね。その何者かの姿は大まかに言えばカエルだね。でも、カエルとは大きく違う点がいくつもある。その生物にはおおよそ頭と呼べるものが見当たらず、代わりに気味の悪いピンク色の触手がいくつも生えている。肌は全体的に灰色で、ところどころにピンク色の血管のような線が走っている。次に手だけど、吸盤のようなピンク色の触手がゴムのように伸び縮みしてうごめいているね。何より、普通のカエルではありえないほど大きな頭体をしており、全長は優に3メートルを超えていた。そんな非現実的な化け物を見た君たちは、成功で0、失敗で1D8 の3チェックだよ。一発でいった？発表内容は次回決めようか。突如3人の前に現れた巨大なカエルのような化け物。この化け物は敵なのか、はたまた友好対象か。今、ドリームランドへの扉が開かれる。